さあ皆様おはようございます。今日は1月12日オートサロン開催の2日前なんですけれども、これから東京店に行って車を引き上げていきたいと思います。まあ一般の方は土曜日日曜日からのオートサロンという感じなんですけれども、一応金曜日から、オートサロンの方はやってて、まあ、金曜日はプレスデーですね。まあ、取材だったりだとか業者の人が入る日になってて、まあ2日前であるんですけれども、一応僕らに関してはやっぱりその準備と、あと搬入が木曜日になるんで、まあ、今日のこの水曜日の時点で、まあ、車を、埼玉の本地で持ってきておいて、まあ、そこで準備して、明日木曜日全部、現地に搬入するっていう形なんで、今日から動いております。でちょっと東京店の方に車がだいぶ集合してるみたいなんで、これから引き上げに行っていきたいと思います。で東京店ちょっとその様子もお届けしたいと思います。安全運転で行ってまいります。さあただいまボンド東京に到着いたしました。ちょっとこれから積んで帰る前にちょっと中見ていきたいと思います。こんな感じで今日はマイバッハと、これかっこいいな、718スパイダー、これめっちゃかっこいいな、入ってたりとか、あとはこれは在庫車両でも出てる真っ黒黒の812マットブラック、ホイールも真っ黒だったりします。そしてあとは488、はい、ルッソもこの間、動画でご紹介させていただいた車も入ってたり、 S クーペに、はい、こんな感じのラインナップです。今日はそしてオートサロン前ということで誰もいないです。あ、伊達さんがお疲れ様ですエスクーペ撮りましょうね。はい、こちらはついにソールドアウトになったこちらの車両もございます。そして外は一応もうオートサロンに出す車が集合してるみたいなんで、ちょっと見てみたいと思います。一応もうこっちに早速こんな感じで例のアベンタドール2台が ADV1 バキ、あとこっちはもう早速ナンバーも外れてますけど SVJ が、これはやばい、あとはこっちにはアーバンのゲレンデが、これが一番幅があるんじゃないかっていう噂です。ちょっと持っていくのがかなり大変そうです。こんなのも入ってございます。そしてやってまいりましたピスタ、これはやばい、あ、これ4輪でリフターが入ってるんだ、前側もリフターが入ってて、こんな感じで使い勝手もバッチリ。あ、今気がついた、ピスタちゃんと鍵もベージュになってるっていう、これラッピングじゃなくてこれは塗装か、塗装っすね、すごっ、こんな感じです。さあさあそんなわけで、積んでこれから帰るんですけれども、今回のオートサロンは例の影響もありちょっと先行きが全く僕らも見通せないです。どのぐらいお客さんが入るのか、まあ、ちょっと心配な要素もあるんですけれども、まあ、ちょっとできる限り、もう出店決定してますんで、まあ、できる限り皆さんに、僕らが作った車を見ていただこうということで一生懸命取り組んでいきたいと思います。ただやっぱりちょっと、まあ、来れない方だったりだとか、まあ、行かない方だったりだとか、まあ、少なからずいらっしゃると思いますんで、もちろん動画もそうですし、あとは当日、まあ、一応今調整中なんですけれども、ライブ配信で会場の様子をお届けしたいななんて思っております。
やっぱりこう現地のそのイベントのこのライブ感っていうかとかっていうのをできるだけ、多くの方に見ていただきたいなっていうのがありますので、まあ、ちょっとその辺もやっていこうかななんて思っております。で今回は過去最大級の9台ということで、まあ、ちょっと一部、もうすでに動画にして紹介してる車だったりだとか、あと PV 作った車なんかもあるんですけれども、アドベンチャーだったり、体感なんかはもう本当に当日間際の完成になるんで、まあ、現地で紹介したりだったら、そんなことをやっていきたいかななんて思っております。うわー、早速この東京店の裏道危ない。セーフです。はい、さあ、というわけでこの職場に戻ってまいりました。無事リストをここに配りました。これを出店いたします。そのまま多分会場入りするんだと思うんで、まあ、ちょっと積んだままなんですけど、ちょっとこのラッピングの、いかれたラッピング具合、もうキワキワまで張り込んで、あれこれオールペンですかっていう、これをちょっと会場でぜひ皆さんよかったら見てみてください。さあ、そして大阪店がカスタマイズを担当させていただいたニニさん、フルマンソリーも完成して箱車で運ばれてきたのを一応明日運ぶようにちょっとこう積載に積み替えて、こんな感じでホイールも一回 SNS でこのホイールじゃないので出てたんですけど、一応ショーに合わせてでマンソリーのホイールに書き換えてます。これフローティングタイプなんで回らないタイプなんです。でサイズが、25530-22ということでミシュランを履いております。ミシュランのこれいいよね、このなんだっけ、モケモケのモケモケのこのベルベットデザインというのがデイライトも装着されてございます。まあ、ちょっと会場で点灯するってことは多分ないと思うんですけど、まあ、ちょっと動画なんか撮れて点灯するところもちょっと紹介できたらいいなと思ってます。そしてサイドスカートこんな感じで、いかつ全体的なシルエットは前回ご紹介させていただいたあのゴーストやっぱりちょっと近い、2021年22年デザインがこれなのかなっていう気がしてます。まあ、そして後ろもいかつ、後ろは295の E522、22インチ普通に入っちゃう、かけちゃう S クラスが、そしてリアのエアロ、結構キワキワっすね、もうやっぱり車がでかい。そしてこれダクト風デザインになるこのアクセル、アタッチメント、こんな感じで、これちょっとまだフォーメーションは決まってないんですけれども、ホームブースで展示されますので、ぜひぜひ見てみてください。というわけでこれから僕らはちょっとモードボディで他の残りの車の進捗を見ていきたいと思います。というわけで続いてボンドボディにやってまいりました。今日が一応オートサロン前の最後の作業の日、明日からも搬入なんで今日最後みたいです。で体感ようやく完成いたしました。まあ、詳しくは会場で、まあ、ライブ配信だったり別の動画でご紹介させていただきますので、今日バババババッともうちょっと動画上げるペース的にはもう1日で完成したみたいになってますけど、一応1週間ぐらいかかってるみたいです。でこんな感じでリップがついて、で各所カーボンになっております。めちゃくちゃかっこいい。で今ちょうどモードは普通なんで車高上がってますけれども、まあ、ショーの時はタイホイールも履き替えて車高も下がってる状態で展示させていただく予定です。いやちょっとネプチューンブルーとカーボン結構いいですね。でここちょっとだいぶどうなるのって話だったんですけど、いろいろなんかこうついてるパーツ外したりしていろいろやってこんな感じになってるみたいです。そして真ん中にはテックアートのロゴが入ってたりとか、そしてご覧ください、ボンネットのこちらはテックアートのロゴに変更されてございます。でもしかしたらあのテックアートのコンフィギュレーターやったことある人もいるかもしれないですけど、色とかエアロとかこの辺黒くするとかしないとか全部テックアートのホームページでシミュレーションすることができますので、まあ、興味ある方はその辺も見ていただきたいと思います。そしてサイドはご覧ください、これ良くないですか。これあの僕的にはちょっと外装のエアロー、その下回り3点もそうなんですけど、これ横相当いいなと思って、こっち純正ですね、このこれ開けるやつ、これがそのままこう延長されるデザイン、これちょっとこれがつくだけでなんか車のサイドのシルエットが変わってすごくおすすめのパーツでございます。だノーマルボディでそれだけつけても全然おかしくないんじゃないかなって。あとはサイドスカート、はい、若干逆光かもしれないんですけども、こんな感じでついております。ちょっと今洗車直後なんで濡れておりますけども、そしてここがかなり立ち上がるデザインですね、なっております。下回りまで前回の動画見ていただけると分かると思うんですけど、ここまでしっかりなっております。
そしてカーボンの目が美しい。そしてリアはちょっと前回つかないかもなんて話したんですけど、一応このスポーツデザインパッケージのカーボンのやつついた車に関してはもうリアバンパーの形がまるで違うんで、設定なしみたいです。でもしリアつけるんであればスポーツデザインじゃないバンパーにしてからじゃないとつかないという、そもそもそのスポーツデザインでなおかつカーボンのパッケージだと、もうここがこういう立ち上がったデザインのカーボンのバンパーなんで、そのままつながると。でよく見ていただけると分かるんですけど、カーボンの折り目も同じ綾折りで揃ってるんで全く違和感なく、なんであえてここは交換しないで設定なしっていう風になってるみたいです。そしてトランクのスポイラーもこんな感じで、やっぱりポルシェこういう下がったシルエットなんで、ここが上がるだけで随分印象が違うんじゃないかなと。この辺もしっかりこのカーボンパーツ目が揃った感じでなっております。そしてこのガニッシュの部分、これ多分まだ保護のフィルムが貼ったままだと思うんですけど、一応ここもテックアウトになって、いやーいいっすね。こんな感じになっております。詳しくは現地で見ていただけるとありがたいです。そしてもう一台こちら見ていただきましょう。ワイドスターがアドベンチャーがついに完成いたしました。こちらもショーの会場で展示させていただきますので、もし機会があれば見てみてください。そして担当している内山店長にも解説してもらいたいと思ってますので、ぜひお楽しみにということで、もう途中経過だいぶお伝えしたんで、もうご存知の方も多いと思うんですけど、こんな感じでバチンと、そしてしっかりこのウインチのケーブルも出ております。そしてルーフ、ちょっとこれ前回ここどうなのっていう話と、ここが外れてる状態なんで、ちょっとここだけお届けしましょう。じゃあちょカーボンのこのどでかい、これ表面が貼ってあるだけなんですよ。でいやここが前回ちょっと見えちゃうんで、ちょっと細かく処理しましょうっていうことで、ここを全部塗り直してると。なんでその辺を見ていただけるとボンドボディが喜びます。そしてこれ穴開けで僕これランプつくかなと思ったら違うんですね。そもそもこの中の配線通してここにこうピュルって入る、これ別に手抜きしてるんじゃなくて、もうブラバスの方の指示がそうなってるみたいです。ちょっとここだけ配線出ちゃいますね。こんな感じのルーフライトがつくと。そしてご覧ください、こちらのタイヤホイール、アドベンチャー用の、ちょっと名前わかんないんでインサートでお願いします。はい、こちらが装着されてございます。今までってなんか22、3、4装着ほとんどだったと思うんですけど、この何インチ、これ20インチ、ちょっとオフロードデザインのブラバスのホイール、これもだいぶいいんじゃないかなって思ってしまいました。そして装着自体はこの超分厚いスペーサー40ミリぐらいあるかな、もっとあるかな、で装着なんで、もしかしたらこれナローのボディでもいけんじゃないかなっていう、だこれ結構そのまま履くなんていうのもかっこいいんじゃないかなと思いました。そしてあとはサイドフェンダーなんかは今回塗り分けでマットにしちゃったりとか、はい、こんな感じになっております。そしてマフラーも装着されてて、そしてリアタイヤどうなんですかねって話したと思う、これもちゃんと変わっております。はい、というわけでオートサロン直前の様子をお伝えしました。ぜひ会場で実車を見てみてください。会場でお会いしましょう。それでは。Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I